征服者のもとでインカ族は農奴のような存在となりました。土地を耕すためにインカ族の人々は新しい主人たちの間で分配されました。スペイン人の地主によって文字通り死ぬまで働かされました。農地改革が行われ、土地がインディオに分け与えられたのはようやく1960年代の末のことです。あれあれあれセヨル、レシタキコンパレ。ここはニコラスというインカ族の農民の家です。知り合いのカミロがジャガイモを持ってやってきました。ニコラスの作ったトウモロコシと交換するためです。彼らを見ていて、私はブリューゲルの描いた農民の絵を思い起こしました。ヨーロッパと南アメリカと場所は違っていても、両者に共通するものが感じられたのです。しかし考えてみれば、ブリューゲルが描いたのは16世紀の農民です。それをこの20世紀に見るというのは複雑な思いがします。旗から見るには牧歌的な暮らしですが、実際には厳しい生活です。そしてこれが現代におけるインカの子孫たちの多くが送る生活です。太陽と月と汗と涙は身近な存在ですが、金や銀には縁のない暮らしです。ニコラスも今は自分の土地を持ち、そこを耕して生計を立てています。しかしその昔、彼らの祖先が誇ったような高い生産は上がっていません。ニコラスの長女は山を下り、都会に出て暮らしています。今は母親に会いに里帰りしているところです。息子は6人いますが、やはりみんな都会に出て行ってしまいました。農村での暮らしを捨て都会に出ていく人は増える一方です。都会には楽しく快適な生活があるとみんな考えます。しかし果たしてそれは本当なのでしょうか。